はい、というわけで今日はですね、真庭市の北房エリアやってきました。まあ、この辺ね、結構ホタルがね見えるエリアです。気になるね神社を見つけたというか、まあ、以前からねここを通るたんびになんかめちゃくちゃ大きなね鳥居がありまして、この先どうなってんだとずっと思ってたんで、せっかくなのでちょっと今日歩いていこうかなと思います。おお、立派な杉の木ですね。平安杉っていう大きな杉の木がありまして、その目の前に地図マップあります。ものすごいあれですね、800年の大杉は周囲 8.5 メートルもあり、町の天然記念物になっています。参道の鳥居は高さ10メートル。これすごいな。すごい坂やな。すごい階段ですね。でもこの階段の幅が結構広いですね。そんなにきつくなさそうです。よし、お願いします。
乃木将軍、明治時代ぐらいの人ですかね。という神社でございました。ぜひ興味ある方行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。